どこどこの学校の何々ちゃんが一番可愛いって有名っていう、その、うんうんうん、わかります、はい、別にタイプでもないし、うん、好きでもないけど有名っていうだけで口説きに行ってました譲ってくれんけ俺のことを、うんうん、とりあえずポテポテ行ったって感じですなるほどなるほど。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。いや本当しょうもないことしてましたよずっと。この時恋とかもしてたな。恋愛ですか。あ、その時って可愛いからっていうよりは一番どこどこの学校、まあ、自分の学校はもうある程度こう仲良しなんで、うん、ちょっともう友達になっちゃってるんで、その彼女になることってあんまなかったんですけど、どこどこの学校の何々ちゃんが一番可愛いって有名っていう、その、うんうんうん、わかります、はい、別にタイプでもないし好きでもないけど、うん、有名っていうだけで口説きに行ってましたもうそこだともう福岡ナンバーワンになるんじゃないですか。喧嘩ではナンバーツーだったら、ナンバーツースリーだったわけじゃないですか学校で、はいはい、でもその口説くだったら、はい、一番取れちゃうんじゃないですか。そうですね、多分一番モテてた自信があります。あ、じゃあどこどこで一番可愛いって子がいるととりあえず口説きに行こうと。一旦口説きに行ってましたその時は、はい、え、大体口説けない人いなかったんで、やっぱ自信つくんですよ変な、はいはいはい、行けたわってちょっと才能を感じちゃうわけですね。そうなんですよ自分の、はいはい、あ、行けちゃうな全員っていう、おうおうおう、で付き合ったりするんですけど、うん、別にもともと好きで口説いたわけじゃないんで、うんうん、やっぱり熱は入ってないわけじゃないですか、うん、だからやっぱその当時は多分たくさん傷つけてしまいましたね。なるほど、その女性たちを、最低ですね。最低もう最低なやつなんですよ本当に。なるほどなるほど、うん、でそんな最低な姫野さんがホストクラブで働こうと、はいはい、その時はまず福岡から。そうですね、北九州の小倉っていう町があるんですけど、そこでボーイズバー、まあホストクラブなんですけど、まあ、ボーイズバーみたいなところで、うんうん、まあ、友達が働いてたんで、うんうん、じゃあそこに一緒に入りたいわって言って、うん、入ったんですけど、うん、そこのオーナーさんがドラゴンボールが大好き で、はい、で僕の友達先に2人入ってたんですよ、うん、で一番最初に入った友達がリン・ゴクーっていう名前を付けられたんですよね、はい、ちょっとギャグっぽい、うん、はい、リン・ゴクーとその源氏名、はい、リン・ゴクー、あ、はいはいはい、ギャグっぽく面白くつけて、でも、うん、ドラゴンボールが好きだけどドラゴンボールの名前を付けたがるんです、うんうん、で2番目に入った友達がタオパイパイミノルっていうミノルっていう名前なんですけど、お笑い芸人じゃないですか。そこにちょっとタオパイパイつけられて、うん、で僕3番目に入ったでしょ、うん、もう栽培マンかなんか来るんかなと思ってたんですよ、うんうん、たら君はイケメンだから来る先シンねって言われて、うん、でちょっとどういうことですか、うん、ドラゴンボール関係ないですよねって、もうドラゴンボールつけられると思ってたんで、うんうん、黒崎慎ね、何でですかって言ったら、その当時もう白崎仁さんが一番フィーバーしてた、うん、白崎仁さんって何で、元アイホン店のホストのレジェンドと呼ばれてる白崎仁さんの全盛期だったんですよ、うんうん、その逆行こうって、はい、君は白じゃなくて黒ねって、うん、で仁じゃなくて真っていうちょっとよくわかんないんですけど、はいはい、名前つけられて、でそこで半年ぐらい働いてて、うんうん、こっからがまたちょっと激しい話になるんですけど、はい、ある日今の僕の会長がその店に飲みに来たんですよ、はい、真っ白のスーツで、うん、シン君おるよみたいな、おいお前呼ばれようぞって、ですっごい有名だったんですよその会長さんが、うんうん、でまだプレイヤーで、やばい人来たってみたいな、誰ですかって言ったら、スティンガーのシンゴさんよって言うけ、うん、名前は聞いたことあるけど、あ、そんなにすごい人なんだぐらい、もう分かってないんだけど、うん、あ、僕行きますよ、その勢いでついたら、あ、君がシン君、とりあえずシャンパン持ってきてって言われて、うん、ありがとうございますってシャンパン乾杯して、君うちにおいでよって言われたんですよ。ほうほうほう。で、えって言って、うん、こんなとこおったらもったいないで、うちにおいでって言われて、いやそれはできませんって、今のオーナーにも恩があるし、まあ、地元の友達もいたんで、それはできないですって言ったら、ああそっか、まあ分かったって言って帰ってたんですよ、うんうん、あ、上から目線になるかもしれないですけど、聞き分けのいい方なんだなと思ってたら、
何日か後にうちのオーナーが血まみれで帰ってきたんですよ。ほう。ボッコボコですよ。オーナーどうしたんですかってみんななるじゃないですか。たらやられたって言うけ、誰にですかって言ったら、シンゴさんって言うけ、って言って、でシン、お前スティンガー行ってこいって言われて、はいってなって、なんでですかって、僕ここで頑張るって決めてるんで、そんなこと言わないでくださいよって、いやもう行けってでそっから僕は行かないですよってずっと言ってたんですけど、その店の従業員の人たちが急に僕にめっちゃ冷たくなったんですよ。今まで相当可愛がられとったのに。あ、全員そっか、次は自分かもしれないって怒られるの、じゃなくて多分オーナーがもう俺を手放して、あいつは俺が行けって言っても行かん、だけみんな居づらくしてあげてって、そしたら多分あいつ自分から行くと思うよっていうのを多分言ってたんですよ、うん、でみんな冷たくなって、居場所なくなって、うん、お店で、で僕理由分かってないんで、そんなんやったらもういいですよって、やめますよじゃあって、そこまで言うんやったら、こんな感じにされるんやったらって、うん、でやめてスティンガーに入ったんですよ。あ、で入ったんですね。入ったです、入ったです。じゃあ、まあ、いわゆる暴力的な引き抜きみたいな感じですかね。当時はもう当たり前だったんですよ、うん、当たり前なんだ。だけどもうこれゆくゆく大人になって聞いたんですけど、うん、俺の取り合いをしてたらしくて、そのスティンガーともう一個ライバル店があったんですよ、小倉、はいはい、でちょうどビルが道路挟んで正面同士でバッチバチだったんですよ、はいはい、でここのオーナーとここのオーナーがどっちが俺をもらうかっていう僕賭けがあったんですよ、そこのボーイズバーに。200万ぐらい飛ばれてたんで、はいはい、当時のお客さんに、うん、で借金がある状態じゃないですか。だけどもうそれも全部被るけ、俺が全部払うって、会長がだけどうちによこせと、いや譲らんよこっちによこせ、もう話し合いしたら一緒やってなって、もう多分直接行ったんですよね。で俺のことは譲らないっていう多分そこの元オーナーに多分もう腹立ってポロポロで行ったんだと思うんですけど、うんうん、で結局まあその時にスティンガーがちょうど中洲に出すっていう時だったんで、もうこれも天気やし、うん、もう俺も中洲に行って一から頑張ろうって思って入ったんですけど、結局まあ後から聞いたら取り合いで、うん、譲ってくれんけ俺のことを、うんうん、とりあえずポテポテ行ったって感じですなるほどなるほど簡単に言うとですね、はい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 、そんな世界なんすね。もう漫画の世界じゃないですか。いや本当にそうですよ、はい、じゃあそんだけ言われるってことは、もともと初めて入ったお店でもすごい売り上げは上がってたですね。人気じゃないとそんなことなんですよね。まあ、まあ売り上げというよりはもう素材を見てくれたと思うんですよ。で勢いもあったんで、やっぱりその誰にも負けんぐらいの気持ち持ってたんで、うんうん、自信もついてるじゃないですか、はいはい、売り上げというよりは多分見た目と心意気を多分買ってくれたんですよね、うん、この子はうちに欲しいっていう。でそこでボーイズからバーみたいなところからホストクラブに移るみたいな感じなんですね。そうです。そっからスティンガーに、はいはいはい、入店して今に至ります。そのホストクラブで、まあ、働くときって、はい、まあ、時給のバイトをしてたときに、まあ、そのやったらやった分だけ結果、まあ、報酬として戻ってくるような、うん、ところで働きたいっていうところで、うん、まあ、ホストを選ん で、はい、でその時のこんぐらいいったら成功というか、うん、基準ってどの辺だったんですか。例えば売上なのか収入なのか何でもいや、あれですけど、もうその時は1番しか狙ってなかったです、うんうんうん、どれぐらい稼いだらいいとかいう限度額なんか自分の頭の中ないんで、うん、とにかく今おる環境の中で1番になりたいっていうことだけしか考えてなかった。うーん、まあ、いわゆるナンバーワンですか、ね、はい、格闘技でもうチャンピオンを狙うみたいな。そうですそうです、もうそれしか考えてない、うんうん、で結果そこにお金がついてきてただけなんで、うんうんうん、その時は僕はですね、はいはい、うん、その初めてそのナンバーワンになるまでどのぐらいかかったんですか。まあ、でも結構時間かかりましたね、うん、3年はかかりました。うーん、もうやっぱ初めてずっと4-3とかだったんで、うんうんうん、そのボコボコにしたっていうその方もプレイヤーとしていた。そうですね、うん、今の会長も当時はまだプレイヤーで、うん、じゃあその方がナンバーワンだったんですか。いや、あのナンバーは入ってなかったんですよ。なので、もっと強い人たちがもうたくさんいたんで、すごい人たちがなかなか勝たせてくれないんですよ。うんうんうん、
ちょっと譲ってくれてもいいやんぐらい勝たせてくれないんで。Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.